そうですね。基本的にポップスだったり、ロック、バンドの中でバンドサウンドで生きるピアノっていうのを目指してこの音色は作りました。基本的には、プリセットの CFX コンサートっていう、このモンタージュの中に入ってるプリセットをベースに作ってるんですが、そのプリセットの音色からちょっとコンプを強めにかけたのと、EQ、ローカットですかね、を入れてありますね。ピアノのこれですね。そうですね、割とスタンダードな、コンプだったり、あとマスター EQ でこの辺を持ち上げたりして、この辺ですかね。結構 EQ に関してはシンガーさんだったり会場の響きだったりを見て現場で割と調整することもあるので、基本ちょっとハイ持ち上がりローカット気味ぐらいからスタートして響き聞きながら調整って感じですかね。あとはあれですね、レイヤーですね。7番8番のトラックに、パッドとストリングスをレイヤーしてあって、曲の雰囲気によってここは自由に上げ下げ自分でできるようにここは入れてますね。これが何もないスノートでパッと上げると、でストリングス上げると、スーパーノブに、もともと CFX コンサートの、音色に、リバーブのかかり具合、振動ですかね、振動をアサインしてあって、0だとパキッとした音で、上げていくとリバーブがかかった、バラードとか弾くときにちょっとリバーブ上げてあげて、感じですかね。まあ特にポップスですかね、バンドの中でピアノを弾く方が多いとは思うんですけど、バンドの中で映える音色だと思ってるので、そうですね、バンドマンのキーボーディストの方にはおすすめの音色じゃないかなと思います。これも基本バンドの中で生きるサウンドっていうのを目指して作ってはいます。これもピアノと一緒で、コンプと EQ を結構がっつりかけてるんですが、バンドの中で LP ってちょっと抜けにくいことが多いので、EQ はちょっとハイ持ち上がりでこんな感じになってますね。コンプも結構がっつりプリセットのハードから選んでて、これもミッドとハイを結構持ち上げたのを後からいじってますね。もともとこれプリセットに入ってるんですけど、モジュレーションホイールをちょっと動かすとオートパンがかかるようになってて、これも結構オートパンかけるとバラードとかだとすごいいい感じに響くので。これ割と僕も対応してますね。あとはアサイン1にディレイをのオンオフをここにアサインしていて、こんな感じでアサインしています。特に鍵盤がすることなくてどうしようっていう
手持ち無沙汰的なセクションがたまにあったりするんですけど、そういうところとかで結構遊びでなんかこういうなんか飛び道具的な感じで使ったりとかしますね。まあバラードとかでやっぱり映える、もちろんファンキーな曲でも映えると思うんですけど、特にディレイとかオートパンとかはバラードで映える曲なんで、これももう J-POP の泣きのバラードだったりとか、いろんな幅広い結構がっつり弾かないプレイヤーでもおすすめかなっていう音色ですね。これはもうギターのリードギターに対抗するために作った音色で、ギターソロのバトルとか、ギターソロにハモったりとかするシーンがたまに僕の現場でもあるんですけど、そういう時に使えるような、抜けのいい太めの音色を作りました。これ元になっているのはプログレッシブ RK ロックですかね、ロックリードっていうのをメインに作ってあって、これもともと結構太めな音色で、現場だとキーボードのソロって結構キンキンしちゃってなんか耳が痛いだけみたいになりがちなんで、太めの音色を使って、あとは高音の部分で、ハイブリッドシンクっていうこの音色ですね。この音色を使って、やってます。でこの音色が FM 音源も搭載されてて、この辺いじると FM ならではのエフェクトがかかったりとか、そういう感じになっています。バージョン 1.6 から追加された新しいエフェクトで、スパイラライザーっていうエフェクトがあるんですけど、それがマスターエフェクトにかかってまして、無限音階的な効果が得られる。で今薄めにかけてるんですけど、これどういうやつかというと、こういうエフェクトですね。これを結構薄めにかけてあって、ちょっとえぐみを出すというか、個性的な音にこれでなってるかなと思いますね。基本的にはリードソロを取るっていう時によく使える音色だなと思うんですけど、結構インストのライブとかでも僕はリードのソロを取る時はこれ結構使うことが多かったたりとか、割とそうですね、ギターががっつりバッキングしてる中でも抜けてくる音色かなと思います。結構これえぐい音なので飛び道具っぽい音色かなと思うんですけど、まあ普通のリードに飽きちゃった方に向かって作りましたね。よどよどで重ねてあって、メインの音から上に4度で重ねてる音色と下で4度で重ねてる音色をバランス取ってって感じですかね。これもプリセットで、スペースリードっていう結構単品で僕もよく使う音色で、お気に入りの音色なんですけど、これをかける3
しまして、ヨド上とヨド下に振り分けてるっていう感じですね。これが1音目で、2音目これがヨド上で、これがヨド下で、全く同じバランスだとちょっと実音がよく分かりづらくなっちゃうんで、この辺をうまくバランス取ってみたいな感じで、バランス取って作ってます。フェイザーと、リングモジュレーターをかけていまして、全部、スーパーノブにアサインしてるんですが、このバリエーションってとこにフェイザーがかかっていまして、フェイザーのかかるスピードが、ここのカーブタイプでまっすぐ、上がっていくやつと、リングモジュレーターは最初にかかりすぎる と、後半ほぼリングモジュレーターの音になっちゃうので、パラメータをこんな感じで動かして最後ら辺に一気にググッとかかる音色になっています。最初がフェーザーがかかる音ですね。でこの辺からだんだんリングモジュレーターの音がかかってきて、みたいな感じのエフェクトになってます。そうですね、あんまりこれ歌物でやると嫌われちゃうので、インストとか、一発物のコードが一発っていうシーンとかだと意外とかっこよく響いたりとかしますね。だからインストで一発のソロみたいなとこだと結構活躍する音色じゃないかなって思います。そうですね、キーボード1台で、SE 的な音色というか SE を演奏できるっていうコンセプトで作った音色ですね。最初がテルハーモニクスっていう音色なんですけど、これですね、ちょっと SEFX っぽい音ですね。これなんかモーションシーケンサーが入ってて、もうこれだけでいい感じの音なんですけど、これにいろいろ加えてまして、ドラムループが入ってくるまでのちょっとリズム出したいなっていう時にフリーキーループっていう音色を使ってちょっとリズム感を出してあげたい。これ今プリセットは103なんですけど、僕のパーチだと140で作ってますね。はい、な感じですに加えて、フック系の音色で、ダンス系のシンセで、これですね、こういう音色を使ってます。あと最後にドラムループなんですけど、サイケデリックダブキットってやつですね。これでこれですね、この音色を、全てレイヤーして、作ってます、ね。はい、ドラムループにリバーブのかかりをモジュレーションホイールにアサインしてあって、こういうのと、あとシンセフックにカットオフですかね、カーブタイプがトライアングルというカーブタイプなんですけど、これどういう効果かというと、最初にかかってで、後からもう一回かかる、この1回の往復で
みたいな。これとドラムを合わせることによって、ドラムはだんだんリバーブがかかってきて、フックは一回落ちるんだけどまた戻ってくるみたいな。こういう感じの、モジュレーションコイルのアサインの仕方をしてます。あとは、シーンを2つ組んでやって、アルペジエーターを入れるシーンっていうのと、入れないシーンっていうのがあるんですけど、入れないシーンはどこを押しても、ループが始まらないです、ね。で、アルペジエーターをオンにした状態のシーンを組んでおくと、押せば始まる。これを組み合わせて、最初は鳴ってないんだけど次押すときにみたいな遊び方ができます。結構いろいろ応用聞くと思うんで、この辺いろいろ使って多分やりたいようにいろんなアイディア次第で広がっていける組み方をしているので、ドラムループもここだけ自分で好きなパッチだったり好きなテンポを設定してもらって、なんか自分なりの新しい、ここから新しく作り直すとかでもいいのかなって思いますね。